www.kyotoradio.com。 今日はまた渋谷のキャットストリートで、はいはい、今日はどちらへ？今日はあのインタビューで言ってたあの、はい、いつも美容院で髪の毛、はい、オーシャン東京さんに代表の、はい、高木さんにカリスマ美容師の中井の窓にも出てた。あ、そうですね、はい、今日高木さんの撮影許可も取れたという、ありがたいことに。ありがたいですね。ありがたいですね、本当。じゃあ素敵なビフォーアフター、はい、ちょっと撮らせてお願いします。お願いします。はい。密着スザク、端正な顔出しと芸人顔負けのトークスキルもさることながら、ホスト業界の基準をはるかに凌駕するファッションセンスを持つ歌舞伎町の有名店アップルの売れっ子ホスト。スザクが着用したブランドのアイテムがその半年後に大流行するなど、スザクのこだわりは長期にわたり洗練され、彼が選ぶものは常に後の世の流行の最前線にある。そんなスザクが通い続けるヘアサロン、そして彼が指名する美容師は日本一の美容師、そう、オーシャン東京代表高木拓也氏である。1ヶ月技術売上1200万超え、ホットペッパービューティーアワードにおいて1万5000を超えるスタイルの中からメンズ部門堂々の第1位を獲得など、いくつもの伝説を打ち立て、挙げればキリがないほどの数々の偉業を成し遂げてきた彼、美容業界からも一般層からも高い支持を集め、名実ともに日本一の美容師である。そんな高木拓也氏に以前よりヘアスタイルを委ねている試作、今回ヘアサロンオーシャン東京へホスト TV のカメラが潜入。スザクのこだわる理由から彼が日本一たるゆえんが明らかとなる。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。あ、こちらがオーシャン東京代表のカリスマ美容師の高木さんです。忙しい中撮影許可いただいてありがとうございます。ありがとうございます。今日はどんな感じに？今日は整えてもらう感じで、はい、じゃあちょっと毛先を整えて両肩切っていきますね。女子受け抜群でモテモテな感じで、今よりもさらに、モテたいですね。モテてるのに、人生の勝ち組ですから、全くですよ。羨ましいです。高木さんには本当及ばないです。絶対思ってないですよ。思ってます。思ってます。ロイヤルの前に黄色と黒みたいなのが、はい、もう出ましたよね、あれ確か。カメラの存在を忘れ、早速ファッション上級者同士の会話が始まる。いつもこういった感じなのか。まだ出てない。まだ出てないですか。インタビューというよりもその二人の姿にフォーカスを当てた今回の撮影は、二人の日頃見ることのできない姿を伺い知ることができそうだ。2個ぐらい行けたら1個譲ってもらうと思って、このタイミングで言おうと思います。僕も本当はそうしたかったです。全然変えなかった。もう全く無理でした。インスタであの受賞したの見ました。あ、おめでとうございます。ビビりました。遅刻して行った。そうなんですか。そういうとこもカリスマです。日本一です。ラッキーし、実力じゃないですか。いや、まあそこは結構余裕かまして、どうやって余裕でしたって言おうかと思って、その喧嘩売る感じで一応やめとこう。すごいっすね。いや、あれ撮れたの結構本当嬉しかった。本当に予約もまあ撮れないですもんね、やっぱり。いや、夜の予約も撮れないんですけどね。高木さん、こう外とか歩いたりするとやっぱり声かけられたりすること多いんじゃないですか。結構そうですね。僕は基本帽子かぶってるんですけど、はい、赤いの出てたりする。会話が盛り上がる最中に手際よくカットして、その写真撮ってくださいとかって多分なると思うんですけど、はい、そのってどうされてるんですか。いや、もう撮ってますよ、常に。あ、そうなんですね。髪型に関するやり取りは初めのあの一言。女の子たちに言われるんだけど、男の子に言われるから、全てを委ねられる絶対的な信頼がそこにはあった。照れるし、気まずいなと。髪もちょっとイメチェンしようかなと思ってるんですけど、はい、どんな感じがいいとかってありますか、高木さん。目鼻立ち綺麗だし、最近ずっとここ長めにしたんですけど、はい、前髪ちょっと短くして耳周りすっきりさせても
似合うかなと、まあ、あとはその時の洋服の感じとバランス見て、けどめっちゃ爽やかになるからちょっとこうセクシーさが弱まっちゃう。あでもスタイリングが長い時よりもどんどん難しくなってくる今度。ああそうなんですね。いつもはこうバーってやってガシャガシャってやったらある程度束出るじゃないですか。そうですね。短いとちょっとめんどくさいかもなって。へえ。ただエロさがなくなっちゃうからな。はいはいはい。エロさ欲してたらちょっと長いかもですね。もうちょっとエロさ手加減しようかなと思ってちょうどよかったです夏へ向けてちょっとずつ短くしていきますか今度は。そうですね、次あたりから気持ちいい。でも須崎さんの、本当須崎さんの穴を探そうと思って、須崎さんの後輩の人たち、はい、こう切りながらどんな感じですかってめっちゃ怒ったりとか、なんかちょっと嫌なとことかあるっしょ、飲まされたりとかって言っても、はい、みんないやマジ須崎さんのおかげでみたいな、目キラキラして話すから、はい、いやどうやって騙してんだろうな、騙してええー、嬉しいですね、純粋にマジで、ほんとビビる、はい、どこへ行っても須崎の悪い噂は聞くことがなんて個人プレイ確固たる人間力が、そうですね、自分の良い評判を生み続けている。その会社として内田さんみたいにみんなで仲良くやろうぜっていうよりは、なんかこう個人ブランディングのイメージがあるんですけど、はいはい、僕からすると、はい、いやこんなに後輩の人たち、今までも僕何年ももうホストから切ったりしますけど、はい、慕われてる先輩ってそんなにいないからかお客さんにも慕われるし後輩にも慕われるってすげえな。嬉しいですね。あんなニヤニヤしてるのに。ニヤニヤして。ニヤニヤして。毎日自分でやってますか、スタイリング。毎日、はい、自分で。ヘアメイクさんじゃないんですね。最近はそういう感じなんですか、時代は。いや、まあ、結構まあみんな言ってるんですけど、まあ、高木さんのカットとパーマとか、はい、で全然ヘアメイクありますよ、全然行く必要ないです。ありがとうございます。もうむしろ自分でセットした方がヘアメイクさんよりゴッドハンドですね。そうなんですよね、昼も夜も。いやでもやっぱギラギラしてないから須崎さん人気なんだろうな。ギラギラしてない。明日以降も自らでセットできるように計らいながら、隠れギラギラ、セット方法も丁寧に伝授し、ヘアスタイルで常に新たな世界を見せ続ける。はい、じゃあ終わりました。どうでしょうか、今回もバッチリかっこよくしてもらいました。かっこよくいられるのも高木さんのおかげです。美容師は技術職であると同時に接客業でもある。技術やセンスの高さはもちろんのこと、彼の細やかな気配りから伺い知ることができる圧倒的な人間力、それこそが日本一の美容師たるゆえんである。そしてそんな彼を選び続ける須崎、ホスト業界で頭一つ飛び抜けた価値基準を持つ須崎がこだわる理由、そしてこだわり続けている姿、お分かりいただけただろうか。ありがとうございます。二人の男のそれぞれの戦いはこれからも続く。いやもうバシッと頑張ってください。もう高木さんにやってもらったんで、それぞれの道は時に交差し、いけます、このようなひとときを生むのであった。クラブアップルから求人です。クラブアップルでは、楽しくワイワイ、かっこよくなってお金を稼ごうということで、みんなねワイワイやってるんで、ぜひね一緒に働いてワイワイ楽しくいいホストに送りましょう。じゃあ最後発言、はい、右見て左見て俺見てアップル来て、みんな一緒に働いて、それではクラブアップルまで待ってます。